はい。皆さん、こんにちは。ワナルギルビーチです。では、今回は、新ギレンの野望、シャア・アズナブル・プレイ、やっていきたいと思います。今回選択するシナリオは、逆襲のシャアのシナリオで、シャアを使っていくというプレイにしていきたいんですけども、まあ、そのままやってもね、面白くないかなと思いますので、今回は、ララーが復活する、ララーとシャアが新しい世界を切り開くという、そういうプレイを行っていきたいと思います。そして、今回はですね、さらに、シャアの完全エンディングを見ていきたいと思いますので、しっかりね、分岐点とかを確認しながら、新しい完全エンディングを見ていきたいと思います。では早速始めていきましょう。プレイ難易度はノーマルで進めていきます。人類の半数を死に至らしめた一年戦争と呼ばれる戦いから10年余り。グリプス戦役第一次ネオジオン構想。戦いは幾度となく人類を危機に陥れ、数限りない悲劇を生み出していった。だが人類は数々の悲劇を乗り越え、ついに平和を手にするのである。戦火を覆い隠すかのように復興は進む。人々はようやく訪れた平穏の時を謳歌していた。この平和は永遠に続くと思われたが、その陰でスペースノイドとアースノイドの対立は深まっていた。連邦政府による圧政は強まり、コロニー内の反連邦政府運動は活発化。不穏な空気が時代を満たしつつあった。過激化する反連邦運動の裏で暗躍する男がいた。男の名はキャスバル・ダイク、またの名をシャア・アズナブル。かつてニュータイプ論を唱えたジオン大君の嫡子である。グリプス戦役で地球連邦の腐敗を目の当たりにしたシャアは、地下へ潜り力を蓄え、連邦へ反旗を翻す機会を伺っていたのだ。宇宙世紀の歴史が再び動き始め、新たな戦いの物語が始まろうとしていた。我々の目的を達成するには戦力の強化が急務です。ああ、カマーンとの戦いで消耗したとはいえ、連邦軍の力は脅威だ。彼らが本腰を入れ活動を開始する前に急ぎ戦力を整えなければ。幸いにも近隣のコロニーには連邦に抵抗を続ける武装組織や旧アクシズの将兵どもがおります。彼らを取り込めれば戦力の強化は可能です。特にサイドワンのスイートウォーターは地球寒冷化作戦の足がかりともなる場所。現地反連邦組織は早めに抑えておいた方がよろしいでしょう。あとは軍備の問題だけだが、アナハイムとの交渉はどうなっている？ご安心ください。交渉は順調に進んでおります。まもなく良い知らせがあるはずです。総帥、緊急事態です。サイドワンコロニーの反連邦組織から救援要請が入りました。連邦軍部隊の攻撃を受けているようです。窮地に立たされている反連邦組織の者たちをそのままにしておくわけにもいかんだろう。今の軍備では心もとないが、救援を送る。は、準備が整い次第モビルスーツ隊を発進させます。はい、ではここからプレイの始めていきましょう。まず反連邦組織をね、しっかり救護して、連邦に対抗していこうということで、まずサイド1、これが攻撃を受けていますので、これを壊滅する前に、全滅する前に救援を行っていきます。では暗礁宙域が今シャアのいる拠点になっていますので、ここからですね、しっかり部隊を進めて、敵をね、退けていこうというところになります。暗礁宙域からサイド1スイートウォーターまで敵の部隊がいますね。なので、まず部隊を確認していきます。今回ララーを復活させていますので、エルメスのララーがここに、あとですね、
リクディアスのクワトロバジーナ機2社が乗っています。他は、まあ、大した戦力がね残念ながらないというところですね。ドライゼンにレズンが乗ってますね、まあ、このレズンがね、うまく機能してくれればいいかなというふうには思っています。では部隊を早速このね、スイートウォーター、防衛線に向けて出撃をさせていきたいと思います。エルメスとリックディアス、クワトロ、まあ、シャアですね、シャアの乗ってるリックディアスは常に行動を共にしましょう。これでね攻撃を仕掛けていきます。作戦は牽制だけどな、作敵はエルメスで行いますね。さすがだな、ララーとエルメス。ここは攻撃を加えていきます。まあ、ジム3、3機入っているこっちに攻撃を仕掛けましょうか。で、反連邦組織に関して言うと、ガルス J とガザ C ですね。まあ、大した戦力ではないというところです。で、他、ビッグディアスとかはですね、このまま出撃させて周辺の小惑星とかを制圧して、ちょっとでもお金を貯めにかかりましょうか。この小惑星とかを貯めていけばお金が多少ね入ってくると思いますので、廃棄コロニー小惑星、このあたりを少し制圧を進めていきたいと思います。では全機あるいは全艦発進させました。これで様子を見ていきましょう。もう部隊はこの暗礁中域にね全くいないという状態です。まず一つはですね、敵が攻撃を仕掛けているところに、まあ、救援に向かっている部隊と、あとはですねサイド、ここは5、そしてもう一つこのサイド2、ここの救援もねこの後行っていきたいと思いますので、まずはコロニーの制圧を行っていきます。そして、マップの上の方にあるサイド4、ここも攻略制圧していきたいと思います。では時間を進めていきます。まあ、あんまりね攻撃を仕掛けて撃破されるぐらいだったら味方の AI はそのままねだんまりでもいいかなと思うんですけどね。私は信じる道を進んで、さあシャアの攻撃です。サマラに邪魔させん。シャアとララ、エルメスやっぱり大きいですね。ただエルメスでどこまで削れるかというと、どうだろう、ジム3でも倒せないか。まあ、エルメスこの時点ではもう旧型も旧型というところではありますけど、まあ、ララーとエルメスのコンビであればね無双してくれるんじゃないかっていうね期待感もあったんですが、まあ、残念ながらここはやられています。貴重なモビルスーツは失わないように、防御はできるときは防御をしていきましょう。僕もジム3とシャアのリクです。あとはララーのエルメスというところですね。ようやく一気撃破か。リクディアスはここでやられることはないとは思うんですけどね。まあ、ただしっかり回復はね、させて、耐久力を維持して貴重なリックディアスを失わないように気をつけていきたいと思います。うわ、チベがここで早くも撃沈されるか。あんまりどうだろうね、前に出さない方がいいかもしれないですね。お喜びください。アナハイム社から協力を取り付けることに成功しました。そうか、ご苦労。コマンド解放、アナハイム社の協力により兵器の改造と廃棄ができるようになりましたと。これ一旦待って、改造してから出撃でもよかったかもしれないな。報告をお待ちください。ちょっとここはもしかしたら握手だったかもしれないですが、もう出撃して戦闘始まってますからね、攻撃を、ね、継続していきたいと思います。クワトロキがちょっと心配だな。敵の数まだ多いしね、まあ、ただ撃破されることはないかな。
であれば、このまま舞台は進めていきましょう。この後ね、妖精ができるようになるとクアトロ機、まあ、シャアの周りにはモビルスーツを直接妖精で向かわせることができるということを考えると、舞台を今回2つに分けている、今操作しているこの下側、南に向かっている舞台の方を、まあ、強化というかね、多めに出撃させているという状況で、ちょっと不利になっているのがここの今シャアが戦っている区域ですかね。撃破されるわけにはいかないとはいえね、倒してもいかないといけないので、ここはしっかりミノフスキー粒子を散布して撃破されない環境を作って、その上で攻撃を行っていきましょう。総攻撃できるのであれば総攻撃しましょう。総攻撃はですね、使用する物資エネルギーを増えてしまうんですが、その分攻撃力が上がるという内容です。ここはゴリゴリ前に出ていきましょう。なぜあなたは、なんで戦えるの？ビックリアスを使って一気残しですね。いや強いなやっぱりね。さあレーズンの初めての攻撃になりますかね。ジム3機、ここはレーズンのお手並み拝見。またドライセンとリゲルグだけなんでね、どこまで戦えるかというのはあるんですが、ドライセンの方がリックディアスとかよりはね、もちろん後に作られてる機体なんで強そうですね。ここまで見ると撃破完了、うん、いいですね。シャアのリックディアスより全然強いかもしれない。ララはエルメスから早々にヤクト動画とかに乗り換えた方がいいかな。無才がやられる。貴重な貴重な感染がやられていきますね。我々の活動に呼応し、情報能力に長けた反連邦組織が参加を願い出てきました。早速彼らには情報部としての活動を開始してもらいます。諜報コマンドが使用可能になりました。諜報はね、行っておくと敵の発見が早くなったりしますので、積極的に発言力を使っていきましょう。まあ、幸いというかね、結果的にというか、モビルスーツの改造、これ行わずに出撃しているので発言力には余裕があります。なので敵軍の調査、予算投入、これを繰り返して調査レベル、敵警戒レベル、このあたりにコントロールしていきましょう。まずは目の前の部隊をね、倒していきたいですよね。これでサイド5に部隊がだいぶ近づいている。どうだろうな、シャアの方なんですけど、チベ一隻、ムサイ一隻撃沈されてますけど、まだそれでもティベとグアジン級が一隻残ってるので、まあ、このままなんか政策取りましょうか。部隊がちょっと足りないかなっていうね、心配がありそうなんですが、ここはこのまま行きましょう。仕留めていきます。このままスイートウォーターまで入場を果たしたいですよね、我々としては。
7位のグワジンはシャアの近くで待機。まあ、7位は何歳なんでしょうね。あとは7位の言う通りですよ。はい、いい。チベは北上します。できればこのサイド方、ここをね、制圧あるいは防御をするための兵力として使っていきましょう。数が少ないので、まあ、ピンチはピンチですけどね。こういう時に勝つ。ここまでチベとムサイを早くも失っているので、これ以上の戦力はね失いたくないですよね。ここはレズン隊が敵を撃破。問題はね、この後シャアのリックディアスがジェム3強を撃破できるかどうか。ガルス J、 これはあの CPU ですね、 AI の部隊ですね。うまく撃破してくれればいいんですけど、モビルアーマー形態になっているようなので格闘に移行しなかったですね。ガルス J1 機だけ格闘です。これでジム一気残しか。反撃で仕留められるかな、これだと。よし、撃破完了。諜報部より報告します。地球連邦軍の弾圧部隊がサイド4へ向け移動中であるとの情報が入りました。サイド4に潜伏中の反連邦組織殲滅が目的のようです。総帥、今回のように連邦軍の弾圧を受ける反連邦組織は他にも存在するようです。支援に成功すれば新たな戦力となってくれるやもしれません。諜報部には連邦軍の動きを探らせます。人事はホルストの仕事だったが、諜報部の件覚えておく。はい、連邦軍弾圧部隊調査開始ということで、諜報部の敵調査レベルが高いと弾圧にさらされる反連邦組織の情報が得られる。まあ、これは積極的にね、発言力を使って敵調査レベルを高い状態に維持していきたいというふうに思います。なので早速予算を投入して敵軍調査を行いましょう。でサイド4に敵部隊が迫っているという情報でしたよね。サイド4はここです。サイド4には部隊を先行させていたとはいえ敵との交戦もあり、まだそんなに進んでいない状態なので、リックディアス早々に積み込んでいっちゃいましょう。ここでララーと別行動になっちゃうんだな。まあ、しょうがないな。ララーはこのグワジン級でも詰めない、搭載できないようなので、ララーはちょっと置いてきぼりにならないようにだけ気をつけましょう。レズン隊も続きます。サイド4の救援に向かいましょう。で、CPU の方にね、このジムは撃破してもらいたいと思います。で、まだこのサイド5に敵部隊が進行してきているという情報は入ってきていないので、その間にですね、中立コロニーあるいは中立の廃棄コロニーとかを制圧していくと、何か問題が起きた時に、国際世論下がってしまったり面倒なことになるので、ここは他のね場所の制圧ができるように部隊だけ展開しておきます。早め早めにね行動しておきましょう。はい、というわけで、今回ねちょっとキリがいいのでここまでにさせていただきたいと思います。新しく始めたララー復活逆襲のシャアのストーリー、これのね完全エンドを目指したプレイ、次回以降も進めていきたいと思いますので、皆さんからの感想あるいはプレイのアドバイスなどお待ちしております。